日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ミスタードーナツの2023年桜お花見ドーナツ、そしておそらく前回のキャンペーンの残りで作ったけどココアデニッシュドーナツとストロベリーホワイトチョコオールドファッションを食べたい。まあちょっと持ち帰ってくるときいろいろ大変で残念な、少し残念なことになってしまった。桜ドーナツ今年も出ましたね。今年は満開とか五分咲きとかつぼみとかなんかいろいろあったんですけど、つぼみだけちょっとお店になくて買えなかったので残り残る3つをいただきたいと思います。ちょっと潰れちゃってますけど、まあ終わり良ければ全て良しということにしておいてください。機械逃すと本当食べられなくなっちゃうので、それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ええ、美味しさが口の中にひらひらと舞い降りてきました。今年も咲き誇っていて、食べて美味しく見て綺麗、そういったドーナツですね。残っているつぼみもぜひ探し出して食べてみたいです。だけどなんだろうな、甘酸っぱかったり甘さがさっぱりしていたり、そして時々塩気もきて弾力もくる、どれも美味しいドーナツ生地だ。今年のお花、食べるお花見も満開の予感持ったけど、ミスドのパターンから言うともう一先何か来そうな気もするんだよね。ああ来てほしい、別に来てほしいってリクエストしてるわけじゃないですよ。桜ドーナツの詳細についてはこの後すぐに話します。ごちそうさまでした。まず桜ドーナツ全体についての記事ですが、かなり食感がもっちりとした弾力のあるものになっていて、まさに桜を見ながら舌でお餅を食べているような気持ちになれました。なんか和やかになれていいですね。でその上でそれぞれのトッピングです。まず最初に食べた桜ドーナツは、まあ、なんか五分咲きだかな。結構いちごの酸味が強くて春らしい甘酸っぱさを感じることができました。で次に食べたつぼみ、いや、つぼみじゃないわ、開花した直後だな、なんだっけ名前忘れたけど、ちょっと直前のテロップで出してると思いますのでそちらを参考にしてください、申し訳ない。まあ桜あんか何かが乗ってましたね。そこまで甘ったるくない、だけどほのかに甘さがあるあんで、結構さっぱりと食べることができました。で最後に食べた満開桜ドーナツは多分チョコレートも桜味なのかな、ほんのり塩気を感じることができて、甘酸っぱさとはまた違ったよ美味しさを感じることができます。でさらにあとココアデニッシュドーナツは上に蜂蜜グレーズがかかってるんですが、蜂蜜のさっぱりした甘さとサクッとした生地がよく合ってます。さらにホワイトチョコストロベリーオールドファッションは上のカリカリとしたチョコレートクランなんかフランチじゃないか、散らされているホワイトチョコレートがしっかりと歯ごたえを出していて、オールドファッション生地のさっくりとはまた違ったざっくりとした音を立ててくれて心地よかったです。桜ドーナツやっぱり今年も美味しいですね。残っているつぼみもまた探して食べてみたいと思いたいんですが、間に合うかな、ちょっと時間が。というわけで今回は桜ドーナツはどれもすべて美味しかったのですべて5点とさせていただきます。それでは風花や駅に舞うので卒業式、もうこの道使うこともないのかって思うと感慨深くなりますよね。あなたは桜というとなんかいろいろ歌とかもありますけど何を一番に想像しますか、コメントで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。